俺は少なくとも1ヶ月できることをやって、うんうん、でも結果出ず、うんまあ、そんな自分が悪いんですけど、うん、まあ、じゃあ売れないとか。そうっす、でも売れますね、まあ、でも親からしたら多分小ガチャとして俺が生まれたのが外れだったんだ。小ガチャとして俺が小ガチャってパワーは俺を引いたのはちょっと外れだったのかな。いやそんなことはないんじゃないか。父親のことを考えちゃうと、そもそも父親と結婚しなければ俺は生まれなかったなって思うと、こう生まれなければよかったっていう時期の方が長いですよ俺は。本当に結構闇深いですよ。だからめちゃめちゃ闇深い、めちゃめちゃ割とめちゃめちゃ急に闇深い、はい、ここでね当てて人生逆転しましょうしますよそれはもちろん、もちろん、ね、始まりました旬チャンネル改めて、はい、今日はいつだっけこの間撮ったやつ。この間撮ったのが9月ぐらい、9月の初めぐらいです、ね、もう相当前に、さっきがまだ今もう官房さっていう役職なんですけど、はい、まだペーペーの売れてない時に、ね、ここでなんか撮ったけど、はい、そうですね、それ以来ぶりもう今ちょっと売れ始めた、まだまだまだ、さっきくんと改めて今日はなんか営業終わり、はい、ちょっと悩み相談とか載ってたんでまあそのノリで撮っちゃうみたいな感じになったんで、はい、あの差し飲み先編第2弾ということでやっていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。乾杯。おいっす。はい、いや売れたね。いやいやまだまだえ売れたよめっちゃ。まだまだそうっすね。え自分的にはまだまだと思うの？いやまだまだっすよもちろん。でもめっちゃ売れたなって思いますけど、うん、やっぱもう上が本当に人生は変わったりしますね。人生変わりました。3桁以上の給料もらってさ。いや言えますねで給料は本当に、うん、もちろんそうですけど、うん、そこ最初の差し飲みで、うん、一人も俺を必要としてくれてるお客さんがいないなっていう状態から、うん、本当にたくさんの指名いただけてるんで、うん、そこは本当に給料以上に嬉しい気持ちがでかいですね。あの差し飲みさ、はい、俺も何回か振り返って見てるんだけど、なんか良かったよね。SNS 的にもだし、はい、なんかどっちかっていうとさ、陽より陰の方じゃん、先が。俺そうですね。ああいうなんか陰で感じの自分にそんな自信なくてみたいな、はい、いう人の方がやっぱ応援してあげたくなるみたいな、うん、気持ちはなんか客観的にこう自分が撮ったやつ見て思ったもん。まあ本当になんかもうそんなことないよって大丈夫だよってさっくんそんなことないって応援付けられる気持ちに、うん、そうですね。本当にもうどうなの、自分的には本当にまだ全然自信ないですよ、自分個人単体で見たら、うん、ない。でもなんか今の指名してくれるお客さんがいれば、うん、姫がいれば俺は本当に、うん、自信ないっていうのも本当におこがましいなっていうぐらい、うん、でもあれきっかけであの時初指名増えてさ、はい、9月から今2月だけど、はい、官房さんになって1ヶ月目、1月からだっけ2月から。あ、そうっす、1月から。1月から、ね、1ヶ月経ったぐらいで、まあ官房さんになったから何が変わるってわけでもないと思うけど、はい、まあ一つの節目ではあったと思うけど、うん、で、ね、でもずっとそれこそ銀さんとか雫さんには、うん、お前はもう官房さんじゃない、役職ない時から、うん、お前は官房さんぐらいの本当に働きしてるってずっと言ってもらってて、うんうん、まあ、それはそこは本当に自信あったし、そこに関しては本当に自信あったんですよ、うん、だからこそ今官房さんっていう役職いただいてる以上は、うん、次の副主任、主任の働きしないと、うん、本当にダメだなと思ってるし、うん、ここはまだ考えなくて俺はいいと思うけどね。まあ銀ちゃんとか言うのかもしれないけど、俺はまだそんなまだ自分でいいと思うけど、だから周りを見て見ることによって客観的にこう自分を見れるみたいなところはあるかもしれないけど、はい、まだそんな自分で精一杯のところも絶対あるし、うん、自分がまだいっぱいいっぱいなのに他人にっていう時期でもないのかみたいな。いっぱいいっぱいですね。いっぱいいっぱい。はい、そこはもう。いやそうだと思うから、そんなにあんまり背負いすぎずでやってほしいなってはずっと思ってたけど、うん、でもやっぱ俺が憧れたのは本当に自分のことだけじゃなくてお店のこと全体見て、うん、自分がきつくても全体引き上げるっていう、うん、しゅんさんとか、うん、りんさん、しずくさん、山田さんの姿を見て俺はかっこいいなと思ったから、はい、そういうかっこいい姿に俺がなんないとダメだもんって今思うんですよ。桜見てありがとうございます。今真面目な話。今真面目な話。真面目な話本当に真面目な話だった。
本当にそう、そうなんですよ、うん、俺は本当にそうだから、うん、だからそこが自分でもかっこいいって思えてるところだから、そこだけはなんか役職上がったから自分のことだけとかマジで思いたくなくて、そこはなんか俺が逆に下の子、新しい子を絶対引き上げるって思ってるし、うん、頑張ってる子は、うん、なんか真面目な会みたいなスタートになっちゃった。そういうところがマジ、まあ、好かれるというか、まあ、俺も好きなポイントでもあるんだけどね、さっき自分がまだできてないのに他人、他人になれる人ってあんまりさいないと思ってるから、なんか例えばこのコップがさ、はい、自分の仕事へのさ満足度とかさそういう感じだとしたら、さっきこんぐらいでもさ足りないのに、はい、他人にこうやろうすんじゃん、こうやって。ああ、それそうですね。俺の場合はもうこれ満杯になって、はい、溢れたところをグラスすくってこっちゃかとかでこうやって。そう、お前ら勝手に拾ってるよ。そう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 、ね、やるスタンスで、さっきはもう こんぐらいからいるいりますってことで。そこは俺は必死にこう満杯だって思わせちゃうんですよ。なるほどね。そこがね、まあでもいいところでもあるんだけど。でも絶妙な具合で俺本当にやばいなっていう時にやっぱ本当にこう救い上げてくれる先輩がいるんですよ、うん、みたいな。そういう性格なの、その末っ子キッスだから。末っ子キッスなんすか。関係ないか。どうなんすかね、まあ、末っ子っすけど。でもまあなんか最初の差し飲みでも家庭でも周りの目気にして生きてたって言ってた感じあるからね。ちょっと今指名してくれる子も本当にそこを見て応援したいって言ってくれる人もいるし、うん、一緒に上がっていきたいって言ってくれてる人もたくさんいるんで、うん、いやそこが変わっちゃダメだなって思って、うん、売れてるって全く思ってないし、うん、そこに関しては俺もさ毎回じゃないけどさっきのインスタとかたまに見るんだけど熱いよあんまり出さないようにはしてるんですけど、熱い思い、熱量が上がっちゃうんですよね。あんまり言いたくなくて、うん、この熱量、うん、ホストに関することは、うん、とりあえず俺は毎日実験してるよっていうことだけ伝えたくて、うんうん、でもやっぱお店全体で盛り上がってる時に自分だけ全然指名呼べてないとか売り上げ上げられてないなっていう時はめっちゃ掃除組の時思い出しちゃうんですよ、うん、そこが本当に最近こうくすぶってるところでやって、お客さんにはこう伝えられてなくて、ね、そのうまく出せる、うん、周りの人はこう伝えてて、うん、でも俺は誰よりも本当にホストに人生かけてるって自信持って言えるから、うん、そこが今後どうすればいいかすごく悩んでるところで、うん、でもあんまり誰にも相談がこうできない環境に勝手にいるんですよ、うん、できるんですけど全然、うん、俺がする気になれば、うん、でも一人でただがむしゃらに頑張ってるけど、うん、先が見えちゃってるなと思ってて、ユージさんも戻ってきて、で新しい人も続々入ってきてっていう中で、うん、この先大丈夫かなっていう不安がめちゃめちゃでかいです、うん、あんま自分からそういうので確かに言わないタイプだよね、うん、それは何でとか、あのプライド、自分で解決できるって思ってるのか、迷惑かけたくないとか、いや思ってないそう、あ多分迷惑かけたくないがでかいのかもしれないですね周りの人見るとみんなこう頼ってるじゃないですか、先輩、うん、チームもザクラできて、そうだね、こう半年以上ザクラオープンして過ぎてる中で、なんかみんな俺の尊敬する先輩たちは他の子に頼られてるから、うん、なんか俺が頼ったらもっとこう負担になっちゃったよ、うん、そんな全然考えなくていいそんなん考えなくていいですよ、ね、考えちゃうか、いや、やっぱ思っちゃいますそこは俺も行動で見せるって俺勝手に決めてるんですよ、よく言ってるよね、いや俺行動で示して、そうですね、言葉なんか誰でも言えるから、うん、SNS の見せ方とか、うん、そういうのは誰でも新人の子でも思った瞬間に発信できる言葉だと思ってるから、うん、俺は絶対お店での働きで、うん、誰よりも尊敬してる人とかお世話になった人には恩返しするって決めてるし、ツバキスとかとはまた真逆っていうか、ツバキスが普通の赤い炎だとしたら、さっきは青い炎っていうか静かにこう、うん、内に闘志をめちゃめちゃ燃やしてるけど、ツバキスみたいにこう表立ってこう、うん、わーわー出さないというか、まあわーわー出す、まあ、どっちも、ね、いいと思うんだけど、なんか羨ましいっても思うんですけどね、あできないから素直に、うん、では俺負けたくねえって言えるのは、うん、羨ましいし、今日もね、俺にラスト投げて昨夜騒いだぞ、騒いだなんでだよ、なんで俺がラストじゃないんだよ、うん、めっちゃ言ってましたけど、ね、それも俺は思うけど、うん、言えないタイプなんですよ、うん、でもやっぱ俺が絶対上がっていくっていう自信はあるし、うん、そこ羨ましいですね、そこに入っていけないのがこう、まあ、それはそれで無理してそうなんなくていいと思うし、俺もだってツバキースみたいなタイプじゃないから、
どちらかといったら俺も青い炎タイプで静かにこう内にめっちゃ燃やしてるけど、まあ、言うときは言うかもしれないけどあんまりそう表にわーわー言わないというか、そうですね、うん、自分でなんかいろいろやってることも見せないし、うん、っていうタイプだから、まあ、似てるっちゃ似てるかもしれないけど、まあ別に無理にそんな出さなくてもいいけど、はい、まあでも信頼してる姫とかそういう人には、まあ、ちゃんと言うのも大事かなみたいな、うん、むしろなんか言ってくんねえと分かんないみたいなのあるし、うんうん、さっきがどう考えてるのか分かんないって思ってる姫もいるかもしれないし、はい、だからそういうなんか煽るとはそこまた違って、はい、だって来月30日で絶対さっきのことをちゃんと考えてくれてる姫はさっきの負担よりもさ、もう本当押し上げてあげたいと思ってる人がさほとんどと俺は思うから、本当にそれはそうっす、だからそこをさっきに言われるの待ちの人もさ、うん、もしかしたらいるかもしれないし、どういう思いでこうパースでやろうと思ってるのかみたいな、うん、まあ、それを伝えた上で分かってくれる人がほとんどだと思うけど、うん、俺バースデーとか自分 の、はい、あの年間の締めもそうだったけど、正味なんかその自分の気持ちを伝えた上で、まあ、自分がもうかけてると思うと伝えるじゃん、そこで協力してくれない人はとか足を引っ張るような行為をする人はもうなんか、まあ、言葉きつく言うとあもういらねえなと思ってそこは俺も、うん、でも思ってた、そのさっきが来月3月の12日、はい、12リアルバースデーで、はい、バースデーイベント打つっつって、まあ、初めてのホストをやって、はい、イベントでしょ、はい、まあ、いろんなプレッシャーもあると思うし、はい、意外にバースデーって大変なんだなというか、思うようにいかないことも絶対、まあ、見ててもあるんだろうなって思うから、でも結局それはサキにとってもそうだし姫にとっても試金石というか試されてるというか、どんだけ自分の担当自分が押してあげたいと思ってる人をなんか支えてあげられるか、まあ、サキも頑張んないといけないのはもちろんそうなんだけど、なんか姫側も結構試されてるというか、好きな人が頑張ってる時にどんだけ寄り添って応援してあげられるかも結構大事だと思ってるから、だから俺バースデーとか来ない人はだから1ヶ月分かるじゃん誰が来たかみたいな、だからですね、バースデー来なかったんだと思う深くは言わないけど、そこは もちろんまあいろいろ事情があるから、そういうのを自分の気持ちとか俺はバースデーの時とか全部言って、はい、まあ、年間の締めもそうだったけど、例えば目標があるじゃん、売上目標とかこんぐらい行きたいとかあったら、はい、もうそれを全部言って、俺はその人だけみたいにさ距離めっちゃ何千万とかですからさいなかったから、その数十万でもいいから足りない部分をこう、うん、みんなでこう補完し合ってそう押し上げていかないと、今のクラブってめちゃめちゃ強い人いっぱいいるし、はい、普通にね、まあ、そういうなんかアップホテルの社長みたいな人捕まえたらまた話変わってくるかもしれないけど、うん、まあ、現実的にそんな人はなかなかいないわけで、みんなでこう協力しないと地位にならないと思うから、まあ、それを俺は伝えてちゃんと俺の姫も分かってくれて、そこの関係性が出来上がったからああいう感じになって、結果的に目標の何倍も行ったりしたんだけど、でもそういうのも俺が言わないと分かんないわけだから、俺はそこがもう全然言えてなくて正直、ちゃんと言った方がいい、そのそれはなんか煽るとかするとかまた別次元の話で、うん、逆になんか姫も本当にさっきのことをあげてあげたいと思ってる姫は言われると嬉しいと思うけど、さっきの性格を知ってるわけじゃん、優しいしあんまり負担をかけたくないって姫に思うタイプだし、だから話もどちらかと言ったら聞いてあげるタイプでしょ姫の話、そういう人が1年に1回の誕生日の時に普段は他人他人だった人がさ顔を出して俺はこんぐらいやりたいっていう目標にする数字があるんだからいうことは、それはその自分のエゴじゃなくて姫にとっては嬉しいことだと思う、逆にそれ言ってあ何私お金じゃんみたいな言ってくれる人は本当にさっきのこと好きかどうか疑問だと俺は思うから、まあもしいるか分かんないけどね、まあ、それしかいるんだったらそういう人はなんかもうタイミングが違うと思う、そうですね、俺もそこはずっと思ってて、俺の正直な気持ちを言った時に煽られてるなって思われるなら今後この先はもうホストを続けていく上で、うん、本当にずっと一緒にはいれないなって思ってるし、うん、別に煽ってるわけでもないし、桜来て一緒の酒飲んで飲めなくても一緒に桜の人と楽しい時間、うん、過ごして人生で本当に楽しい時間がプラスになればいいなって、ま、本当に思ってるし、うん、何より俺っていう一人の人間を人としてお店に来てくれてるのが本当にマジで嬉しくて、うん、今ホスト20時間人生かけてやってるし、うん、そこで煽られてるっていう感情になるのが本当に俺は嫌な、嫌っていうか普段からさなんか煽る
いや、全くゼロっす。そんなイメージない。俺たちロコに煽るけどさ配信とかでもそうっすね。審査好きがあったら何入れるってでも俺多分そもそも煽る煽らないの選択肢がないんですよ。お店に来てもらえたら、うん、本当にマジで嬉しくて、うん、本当にあどうやったら楽しんでもらえるかなしか俺は本当にないから、うん、で、帰った後にこれ俺の新聞聞かれたらやばいわいや全然やばくないですよ。全然そこはなんか俺が足りない部分でもあるなって思うし、売り上げって絶対ホストだったらあるわけですよ。まあ大事な売り上げはね。で俺も本当にナンバーワンになるつもりだし、うん、誰より負けたくないっていう感じはあるけど、うん、でもやっぱそこを一回置いてでも俺っていう一人の人間を必要としてちょっとでも会いたいなって思ってくれることが本当に嬉しいし、うん、でそこはやっぱホストまだ始めて8ヶ月ですけど、そこのこう売り上げもちゃんと上げないとっていうのもあるし、ちゃんと役職もいただいて、うん、自分のこう商品価値をちゃんと高めていかないといけないなっていう時期でもあって、うん、だそこの葛藤が今本当にすごくて、うん、先が見えないじゃないですか毎月先だけに真面目な話ボケんすよね。めっちゃ茶化しちゃった。初めて今カメラ見ましたすいません、茶化しちゃった続けてもらって、ね、だからそこ毎月ゼロスタートだから、うん、この不安とかはないのかなってずっと思ってて、うん、最近思うんですよ。ホスト歴が長くなればなるほど、うん、多分何年もやってる人、うん、毎月ゼロスタートって不安に駆られないのかなってめっちゃ思うんですよ。でも最初は駆られて、もちろんどんだけ上げてもゼロじゃん、はい、でもその数字はゼロになるけど、はい、別にその姫と傷と関係性ゼロになるわけじゃないから、まあまあそんなもんだよねみたいな。ゼロじゃないじゃんみたいな、数字がゼロになるだけで関係性ではゼロにならないから、また1ヶ月経って、まあ、プレイヤーやってる時は確かに、ああいう何千万とかめっちゃ上げた月、まあ、まあ俺アビ1000だったから3000とかさ、6000とか上げた翌月とかは、まあ、6000上げた翌月の名前上がっちゃったけど、3000上げた翌月とかはまたゼロかと確か思ったけど、でもなんかそのプレイヤーやってるとさ立ち止まれないじゃん。立ち止まれないですね、やってる時間は。立ち止まれないから、確かに一瞬思うけど、また営業始まるわけだし、営業始まったらお客さん来る、目の前の相手にこう全力でやってると、なんかそんな考えるあれもなくて。俺最近思うのが、本当に1回目の差し伸びで、来年1000万プレイヤーになりますよみたいな、その次の年1億プレイヤーになりますよみたいな、それ何を基準にこう考えてるのみたいな言ってたね。言ってもらって、それで言ったら俺は3年後の年に1億は目標にしたもん。ああ、なんで3年後なの今年の12月一応150万から200万月目標にしてて、で来年の12月に1000万を、そうなんだ、それはどういう根拠なのそれぐらいでいこうってあるんですよ。あ、漠然とした、はい、その後に一日一日とりあえず全力で行った方がいいみたいな、その言われた時に、ありがとうございます。本当にその通りだなと思ったんですよ、俺マジで。数字は本当に後からついてくるもんだから、一瞬一瞬毎日収益でやってれば自然と本当に売り上げもそうだし、あと俺今日1000万いってますよもう内勤さんからチラッと聞いて売り上げ表なんて今月1回も見てない気づいたそれでなんでナンバー上がったんだって俺めっちゃ思いました。でも売上とかはやっぱ結果論なんだなって本当思うよ、お客さんの満足度が結局売上につながるって今思っちゃってるから、そこをそもそも試合に入れてないんだろうなって思います、ナンバー順位とか。まあだからその毎月ゼロになるけど関係性は変わんないから、逆に強くなってニューゲームみたいなもんだよ。月が変わるたびに関係性をねちゃんと築いていけば新しい人も増えたりしたらなと思うけど、まあでも言ってることは分かるけど、プレイヤーやってあとゼロにリセットしたいのは、でも年間見れたら年間で1年じゃん、毎月変わるけど、まあでもホストは毎月ナンバー決まるからそうとはいかないけど、でもだからこそやりきれるんだと思うよ短期で、はい、これがこう期限決まってなくてずっと毎月のナンバーが先月クリックしてくれたらさ、はい、やる気なくなっちゃうじゃん下の子って、先月シンさんこんな投げたしみたいな、それがゼロスタートになるから、はい、誰にでもチャンスが平等に訪れるし、
ナンバー上位だったやつも下がるかもしれない。プレッシャーもあるし、そのヒリヒリした焦燥感の中で戦うからいい結果が出たりするんだと思う。なんかスポーツとかに行けると思う。サッカーだって勝っても次の試合また別に、次前勝ったからアドバンテージスタートがないじゃん。毎回毎回その試合その試合がどんなスポーツでも勝負なわけで、それと同じで、だからこそ応援する人は熱中するわけだし、だからそのプレイヤーでいられることはあるし幸せかもしれない。その戦場に立てる人ばかりじゃないから、それこそ俺はなんか柊さん12月末でプレイヤー上がって、俺自身めっちゃ柊さんのお客さんに、お姫に心配されたんですよ、謎に。さっきから大丈夫みたいな、めっちゃ DM 来て、マジ柊さんを俺を目標にしたからみたいな、月間目標に超えるのを目標にしたから大丈夫みたいな、結構 DM いただいたんですけど、すごいね、優しいな、心配されたんだ。すごい姫だなって思ったし、柊さん自身こう俺と椿さんに LINE は、ああそうね、こうくれてたじゃないですか、ね、こうナンバー上がるみたいな。確かに椿と酒にだけはね、前もって送ったのライン。そうですね、あの、まあ上がりますね、そこが本当に俺はもう月間も超えるのがこれから一生無理ならもう年間超えればいいじゃんって思って、すぐに切り替わったんですよ、でヘルプ周りとかも本当にこう今まではこうしゅんさんに俺の売り上げは全部しゅんさんが上げてくれたって思ってるんですよ、で恩返ししようと思って、今まではこうヘルプ周りとかも意識してたんですけど、しゅんさんがナンバーってからは俺個人の売り上げとお店全体の底上げで、こうお店のことも考えられるようになったから、すごい視野が広くなったなと思ってて、そこは逆にしゅんさんがあのタイミングでナンバー上がってくれたのが本当にベストなタイミングだったなって今考えれば本当に思うんで、お料理全然人間できてる気がする。全然できてないですよ。まあでもさっきの話に戻るけど、そんなさっきが看護さんになり、来月バースで迎えてさ、いろいろ悩みがあるみたいな。そうですね、ちょうどこの前、この撮影の前ですよね、お店でちょっといろいろ。誕生日で25、6? 26っす。26だよね。26になります。26になって、3月12日バースデーで、バースデーに当たってどうですか、心境も。いや、もう初めてなんで、ホストでの誕生日、お祝いしてもらうみたいな、1ヶ月通して、今までの人生を考えると誕生日を応援してもらうみたいなのを考えられないから、自分の誕生日もこう言わなかったみたいな、へえ。でもホストってそうなんだ。あ、そうそうそう、へえ。気使わせるの嫌だなみたいな。わ、マジか、すごいなそれ。でもホストってこうバースデーイベントみたいなあるから、そういうの考えて誕生日言うと、じゃあお客さんがこうお祝いしに行くねみたいな言ってくれるから、初めてこう自分の誕生日をこうお祝いしてもらえるのかなとか期待しちゃうけど、やっぱ自分は個人でやっぱ目標あるし、最低1000っていう1000万プレイヤーっていう名前と、4月こう副主任でスタートしたいっていう思いがあるから、3月上げたら副主任、4月、そうです、確かに毎日上げてると4月1日から1000万プレイヤーっていう名前と、副主任っていう基準がずっと欲しくて、そこは本当にオーディション組っていう括りの中でも一番にずっと行きたかったし、行けるだけの努力はしてきたつもりなんですよ、だから俺が最初に先陣切っていけば後の子もついてこれるし、掃除組の子とか今ホスト始めたばっかで、頑張ってるけど芽が出ないとか不安に駆られる子たちを俺が引っ張り上げていけるかなってマジで思ってるんで。すごいな、俺の仕事だわそれ。そこは俺がしてもらったんですよ。俺がしゅんさんにしてもらったから、俺が下の子をやっぱ
全体全員、うん、マジ引っ張り上げたいんですよ、うん、そこは、うん、そこは別にオンとかじゃなくて俺が勝手に思って、うん、全員本当に上げたいって思ってるからホストだってまだ半年ちょっとでしょ。そうっす、8ヶ月ですね今。早そう思うの早、まあ、早いっすけど、うん、と時の流れで見るとめっちゃ早いんですよ、うん、1日たりともこう自分が入って毎日グラス洗ってた時を忘れた時マジでないから、うん、そこの気持ちがマジで誰より強い自信あるから、俺が誰より売れるっていう自信あるし、うん、俺が誰よりもかっこいい売り方して桜の代表になるって俺はマジで思ってるんですよ、うん、そこは本当に。でそこの熱量をうまく伝えられてないのはやっぱ悔しいかなって思って、うん、なるほどね、まあ、自分であんま言わないって言ったもんね。ちなみにその目標のさ、バースデー月間で数字とかは言っていいの？はい、あ、いいっすよ。正直1000、うん、1000万プレイヤーって言ってますけど、うん、やっぱこう同じ同期っていう全体の括りで、うん、こうシックのセルティアさんが1300って言ったんで、うん、俺はそこは本当に超えたいなと思って、うん、やっぱ負けたくないっていう気持ちが本当に強い。じゃあ1400、3月、そう、1400、今の時点で1400はいきそうなの？いかないっすマジいかないっすいかない、絶対いかない計算だし、そもそも金額とかも聞かないから、お客さんにいくら使えるとか、うん、あ、そうなんだ。速攻がもう分かんなすぎて、だから聞かないんだ。でもただこうぼんやりと負けたくないっていう気持ちだけが本当に先行してて、うん、俺誰よりも努力は絶対してるから、うん、そこの自信があれば俺絶対超えられるって思ってるし、うん、ちゃんと見てくれてる人には伝わるかなと思ってる、うん、姫。まあどうなるか分かんないけど、まあ、俺から言うのさっきも言ったけど、ちゃんと言った方がいいよね、姫に、うん、っていうのは一個あるかな。まあ俺もいくら使ってるか分かんない人はバーストの時いっぱいいたけど、はい、そんなに予算聞かないまでも、はい、目標ぐらいは言っといた方がいいんじゃない。そういう1300万セルティア君が売ってこれ越したいから1400行きたいみたいな、うん、まあ、最低こんぐらいは行くみたいな目処があるんだったな、うん、それも言ったりして、だからそこういうイベントごとの時の姫との関係性、理想なのはさ、はい、自分と同じ考えをさ、うん、共有してもらうのが一番大事だから、はい、こんぐらい足りなかったら、はい、私も頑張ってこんぐらい出せるみたいな、うん、他の姫はどうなるみたいな感じ、はい、俺はそうやったから全部共有して、うん、そうなったらまあ強いなと思うから、それを姫も絶対さ一人で全部こう果たせられるとは思ってないだろうし。いやそうっすね。そこはだからイベントの時はかぶりどうこうじゃなくて、もう仲間としてそうですねやんないときついよね、仲間それはずなんですけど、やっぱ、うん、まあ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 そうね、まあ、難しいとこあるかもしれないけど、でもまあ一人の力絶対無理だから無理っすそれはまあなんか言ってきたら難しいかもしれないけど、うん、じゃああなたが1000万お願いしますそしたらもう頼みませんって一人で1000万そしたらもう何もね、で俺一人で1000売り上げるのも全然いいとは思うんですけど、うん、やっぱ今のこうホストの売り方的に、うん、例えば1億上げたところで俺はやっぱ違うなって思っちゃうし、うん、考え方だけどね、うん、俺はどっちもすごいと思うけど、うん、お金持ってるのとお金を使わせるのも全然別次元の話だから、うん、めちゃめちゃお金持ってても使わなかったら別にその関係ないというか、逆にお金持っててもその1000万とかさ、普通にお金持ってる人でも1000万高いと思うよ。高いっす、あの俺がお金持ってるから思うけど、うん、奥あるから奥あるからそうそう、だからそこはまだ関係ないというか、全然そこは別の話だから、使ってもらえる、うん、そんな4桁のセル、うん、使ってもらえるだけの人間性があると思う。そこはどっちもすごいと思うし、ただまあホスト側の目線で言うと、あのお客さんの数が多い方がやっぱ気持ち的に絶対安定するし、一人の人に頼んなくていいっていうのはやっぱまあいろんな場面でこう強いなと、俺がそういう売り方だったからめっちゃ思うな。実際どうなるか分かんないですけど、そのしゅんさんのこう昔パニック障害とか、うん、プレイヤー時代にあったって、うん、動画でしか見てないですけど、直接は聞いてないけど、そういう時ってやっぱ一人でガツンと上げた人がいるから、うん、そこでやっぱメンタル面で回りになる時期。いやでもね、ガツンと上げたっつってもなんか言うてその1000万とかないよ、うん、数百万、まあそれでも多いけど、でもその時
で YouTube もやってなかったし、はい、そうですね、SNS も全然だったから、本当足で稼ぐいわゆる一般的な人の売り方してたからあれだったけど、うん、そういう時も割と俺一本好きだったこと一回もないから、うんうん、ガツンともいたけど脇を固める人もいっぱいいたし、うん、だからまあ単純に今の売り方と売り方っていうかそのお客さんの厚みっていうの、うん、数百万が何人かいて、はい、周り数十万っていうピラミッドの構図は昔も今も変わらなくて、その全体数が増えただけ。 SNS を通じて、 SNS やって、そう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 、でその数百万使う人が全然痛くなくなったってだけ。千万とかそういう一本付き系でさ、はい、最悪なのか、その人がめちゃめちゃポストの仕事に支障をきかすようなさタイプの人だったら、うんうん、例えばなんか他のお客さん全員切ってよとかさ、はい、そういう系、うん、まあ要はホストの仕事にその人がいるから自分が伸びしろがあるはずなのにこうなっちゃうタイプの人もやっぱ少なからずいると思うから、うん、こうなった時にその人しかいないと切れないじゃん、売り上げさせないといけないから、それがもう致命的というか結局その人の手のひらの上で転がされたり尻に敷かれたりして、それはホストっていうか紐ではあってもって俺は思うから、本当にやっぱり形としていい悪いか知らんけどあんまり仕事として良くないなっていうの、うん、だからそういう意味で顧客数を抱えるっていうのは大事、顧客数抱えてたらそういう人ができてきてもそれはもう駆け引きとかじゃなくて本気でいやもうそういうスタンスの人はいらないって言えるから、言えるし、うん、で離れても別にブレないし、そう、さっきに関して言ったら前々から優しすぎるからそういうなんか人とかがもし出てきた時にみんなに優しいからさっきが先にいっぱいいっぱいになっちゃうみたいな、うん、まあ、たまに話したと思うけど、だからそのお客数がいればそういう人がいた時にまあどこまでのフェーズか分かんないけど、はい、いずれ絶対限界が来るからお客数がいればそういう人を断れるじゃん、俺じゃなくて他の人みたいな探した方がいいみたいな言えるじゃん、うん、でも売上とか顧客数がないとそういう人も自分の時間削って相手にしなくちゃいけないし、はい、さっきもちょっと言ったけど本当にさっきの考えてくれる人ってやっぱりこう気を使ってお金はもちろん使うけど時間をそんなに奪おうとしないというか、いいよいいよって謙虚な人は結構さ、うん、います多いと思う。そういう本当に時間使わなきゃいけない人に時間を使えなくなるというか、うん、使うべき相手に使わないでそういうなんか言ったもん勝ちというかわーわー言う子の方に時間を取られざるを得なくなるから、うん、これはそこがすごい嫌なんですよ、まあ、それはもう区別するべきだし、うん、やっぱりずってじゃあお金使うからつってそれ許してると俺はそこは認めないです。そう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 、その方が絶対先を考えて、うん、もっとホスト長く続けてって、うん、俺みたいにこう毎月1000万ヘラヘラしてても売れるようになるためには、うん、そういうのを考えていかないとね、なんか優しさが何なのかって話よね、うん、みんなに優しいのは果たして優しさなのかみたいな、うん、そこの多分今狭間にいるんですよ、うん、ちょうどだって売り上げが上がってきて、ね、そうそうそう、みんなに優しくしたら言ってないだけでさ我慢してる人もいるかもしれないし、ね、うん、で俺もその感じのお客さんは今までいたし数百万使うけど、はい、毎月でもなんかめちゃめちゃすごいわがまま言うみたいな、相手にしてメンタルケアとかもして付き合ってあげたりとか、もう今まで本当数えきれないぐらいいっぱいいたけど、でもやっぱ良くないなって振り返っても思うしね、さっき言ったみたいにその子にやっぱ営業中も、はい、営業外でもやっぱ時間取られる、うん、で本当にいい子はあんま言わないし、うん、そう、言ったもん勝ち精神が本当に、いや本当にそれ、じゃあわーわー言っている女の子が得じゃんみたいな、結局得するじゃん、俺の時間使ってもらってみたいな、うん、やっぱそれは良くないから、でもそれ風にさせてるのはやっぱ自分の問題なんだよね。自分がちゃんと言うべきところは言わないと、金使えば何でもいいでしょなっちゃうから。でもそういうことではない。そういうことではないですよ、そう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 、俺は。俺は50万使う俺のことをちゃんと思ってくれてることを100万使ってくれる、うん、わがままを言う子だったら、お店に迷惑かける子とか、うん、だったら俺は絶対50万の。俺の個人の売り上げにはなんないけど、俺のことも考えて、俺の今後も考えてくれて、お店のヘルプの子とかにも、うん、お店の子にも優しい、本当に一緒に上がっていきたいなっていう子が一緒にいてほしいと思うし、今後もずっと、うん、そこじゃない歌舞伎町全体でやっぱ広まってるっていうか、うん、こう売り上げをやっぱ取りに行きそうになるけど、うん、今はこうギリギリなんか踏みとどまってるじゃないですか、うん、そういう感じがすごいあって、うん、こっちに行けば売り上げ上げて名前広まるけど、でそこって俺のやりたいホストじゃないよな、めっちゃ、うん、葛藤に駆られるじゃないですか、うんうん、
そもそも社長ってそういう売り方じゃないじゃないですか。グループまで作って、でもグループの中でもたった2店舗しかなくて、個人の SNS の暴走は勝手ですけど、そこの暴走でお店とか周りのキャストに迷惑かけるのは違うなってずっと思ってて、うんうん、これやっぱ前提で桜とかローランドグループよりやっぱ好きだから、うん、でその上でやっぱ俺が綺麗な売り方してグループ底上げしていきたいなってマジで思ってるんですよ、今後でかくなるグループだなって思ってるから、そこがこうモヤモヤしてるっていうか、自分の今は信念を曲げがちなところもあると思う、うん、でもどこまで行っても曲げられないと思いますよ俺は。まあね、個人的には意外に頑固だもんねめちゃめちゃ多分頑固なんですよ俺確かに自分が違うと思ったら違うだもんね、うん、嘘は言えない性格なんですよ多分、うん、合わない人は合わないし、でも合わないのは合わない理由をちゃんと言葉にして伝えたいって思うんですよ、うん、俺はここはこう違うと思うから、うん、これに関しては俺の意見としてはこうだけどお前はどう思うの、うん、絶対聞くから相手の意見、うん、今俺に言ったようなことを姫に言うべきだねそしたら分かってくれると思うよ、分かってくれない人はもう多分一生分かってくれないと思うし、うん、そうですね、さきが優しいのはもうみんな分かるじゃん、優しい人が優しいのはやっぱこう何かを犠牲にしたりとかあるから、そこにこうつけ込む精神の人は、まあ、俺は好きじゃないからね、ちゃんと分かってくれる人は分かってくれると思う、まあ、さっきの姫俺まあなんか少ししか知らないけど、まあ、いい人多いなと思うしね、お客様は鏡ってよく言うけどさ、まあ、ほとんどの人はきっとさっきのこと分かってると思うけどね、うん、気持ちも組んでくれてると思うし、めちゃめちゃいいよ姫が多いんで俺は、でも新規なかなかつかめないでって、新規がそうっすね、本当につかめなくて、うん、大丈夫、今日撮ってるからこれでまた一人一人が来るんじゃない一人来てもらえるの本当に嬉しいです。まあでもさしのみでさっきは一人来たらその一人が沼っちゃうからなさっきの魅力に沼っちゃう、まあでもなんとなく分かれば楽しいって思ってもらえれば、いやでも俺もマジね、俺も女だったらさっき指名するなと思うもん、女になってもらって、いやガチ俺も女になったらイエスになっちゃう一斉待ちでしょ、一斉待ちかでもらって見たい逆しようバケゴイ、メンケア、メンケアしてほしいじゃん、さっきの全部回収される全部回収されるわ、お金使えばいいでしょ俺がやるわじゃあ一斉まあ使ってもらってお金今全部切ってでもなんかさっきそれ言ったらなんか相手してくるそう、確かに俺にそれ言ったらしゅんさん怖いから切られそう、そんな人と思うけど、さっきに言ったらなんか相手してくれたと思っちゃうもんねそうっすか、やっぱキャラだと思うよ、イメージ先行みたいな、イメージさっきはやっぱ優しい、うん、優しいキャラだもんね、銀ちゃんキャラっていうともう設定みたいになりますけど、あでも違うの、どうなんですかね、俺は1ミリも自分でいい人って思ってないし、自分のこと優しいと思わない、本当に思わないですよ、どうも腹黒、腹黒っすね、それよく自分で言うよね、そうっすね、俺以外に腹黒っすよ、しゅんさんみたいな言いますし、実際思ってるから、それこそローランドショーとかでなんかいい人キャラみたいになってるけど、うん、確かにカメラ回ってんなら発言気をつけるじゃんって思っちゃうんですよ確かに、やっぱさっきも1回ぐらい指輪投げられたとかだけどねそうですね、やっぱあそこからスタートだよね、あそこからスタートですね、うん、そこカメラ指輪渡しといて投げてっつってああ俺はもういい人前提でお客さんが来るから、うん、初回とかついてもいい人だよね、でも指名はする気にならない人がすごく多くて、俺の今日の初指名さ、最初は予算30万だったね、30万だったけど、しゅんさん怖いからもしかしたら煽られるかもしれないと思って100万でしかも100万円持ってきてて結局120万になってさらにその上が4倍ですよ30万で4倍100万でさえも収まらないです、まあ、やばいやばい120万になるそこ面白すぎない30万でもさ、うん、高いじゃん、高いっすよ、うん、30万でも高いけど、でもその上を煽られると思って、4倍しかも一応俺その概要欄に YouTube でさ、はい、5万円から10万円伸びます書いてんじゃん、はい、大嘘だ5万から10万の10万のもう桁が、ってことないもん、桁が違う 5万円で収まると思ったって5万円で初指名で来る人、はい、いないもん、いないっすね、そうマジでいない、もうヘルプつくから分かるけどいないいない、シャンパンどれにしようって、さっきしゅんさんと仲いい、しゅんくんと仲いいんでしょうの相談から入るんですよ、あメニュー表持ってきてるんで、はい分かりました
あれ本当すごいよね。すごいなって。なんかみんな申し訳ないみたいなさ、はい、感じくるね。あそこ来ますよね。そう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 。そうだからすごいなと思って。うん、それもやっぱ見せ方で、それはもう人によるでも。みんなこれが合ってるのかって言ったら違うと思うし、うん、確かに俺もなんか一時期そのさっき優しすぎるから、確かにみんな優しすぎるのは良くないなと思った側面もあるけど、でもなんかさっきは一周回ってブランディングっていうのも変だけど、うん、もうなんか優しいで突き抜けるのもありかなみたいな。逆にそれで突き抜けられたら俺以上にアイドルウェイみたいなのができるなと思うけど、あともうトップアイドルさ、嵐とかってさ、煽んないじゃん一切。逆になんかそっち目指してもいいのかな最近思ってたりもするんだけど、まあそれを成功させるためには、まあ、さっきお店でも言ったけど、こういう第三者的な他のメディアでやるんじゃなくて、自分でやっぱメディア持って発信していかないとやっぱり厳しいから、 YouTube なりをね自分でやんないと、そういうのはみんな結局ブランディングブランディング言うけど、自分がこうどう見せたいかと見てくれてる人にどう思ってほしいか、見せ方と捉え方がすごいギャップがやっぱあるじゃないですか、うん、だからそう思われてて本当の俺が違うんだって思うんだったら、うん、自分の人間性を語る動画を出したりとか、うん、やっぱその立ち見たくお店には来ないけど YouTube エンタメとして楽しく見てるっていう人がもうほぼ9割だと思うけど、まあ、最悪あの YouTuber になりたいわけじゃないと思うし、なりたくないですね。ホストとして自分を知ってもらうツール、集客のツールとして使うためには、そういう来てくれてる人、さっきのことが気になってるけどまだ足運んでない人に向けた動画を作るべきだし、だそれは俺は方向見られてるかもしれないけど、またこういう人間飲んでみたいな伝える動画を作った方がいいよね。だから変な大食い企画とか俺みたいにスシロー行ってみたらやんなくていいからYouTube 始めたらスシロー真っ先に行こうと思ってそういうのは YouTuber 的な企画だよね、うん、まあそういうのも自分が楽しいとかだったらやってもいいと思うけど、うん、はい、やっぱ軸はその集客としてホストがあるわけじゃん。そうっす。ホストのために YouTube やるんだから、うん、そういう自分を知ってもらうためのやつをメインに取っていったらいいね、うん、でもあとはでも先のこと好きな人は先自体を見たいっていう人もいるだけだし、今後 YouTube 始めて、うん、もう最初はずっと一人で動画出していこうと思ってて、まあ無難にそういう自分語り動画と、うん、あとはルーティン動画とかいいと思うよ。やっぱそのホストってさ、一般的に見たら表の表面上のキラキラな部分しか分かんないし、うん、結局その指名してくれてる人が見てる部分ってさ、営業時間のこう一部分だけじゃん、うん、そうそう、ほぼほぼ分からないというか、はい、その他でどういう人生をその人は歩んでるのか、うん、でそこのホストにこんだけ口で本気でやってるって言ってるけど、はい、どうやってるのかとか、そういうのを裏側というかね、頑張ってることをもうガンガン出していった方がいい。それはなんか努力を隠すのがまあ美徳って思うかもしれないけど、逆に出した方がさっきくんってこういう感じで本当に頑張ってるんだなと思って、じゃあ指名してあげようって思う人も絶対いると思うし、だからこの表面上で努力してますがすごい嫌いな人間なんですよ。でもさっきは本当にマジで人生かけてやってるなって、まあ、他の人と比べるのはあれかもしれないけど、マジでそのザクラでオーディション組の中で一番それを感じたから早く売れてほしいなと思って最初すぐ最初のに誘ったわけだし、まあ、結局、まあ、それがきっかけだったか分かんないけど結果売れたわけじゃん、目が出て、それはやっぱそういう根底にさあるさ本気熱量がやっぱ高かったからと思うし、言うて俺きっかけっつってもあの動画一本だけなしだからSNS なんてほぼ使ってないで自分の力を上げたみたいなもんだから、そこの力あるからね。でもあの動画がきっかけだなって思っちゃった。俺は自分マジで自信なかったし、今も別にお前単体で見たらそんな俺別に顔かっこよくないし、喋りも上手いかって言われたら別に喋りも上手くないし、俺より上手い人っていくらでもいるじゃないですか、うちだけじゃなくて歌舞伎町見たら。でもなんであの動画から指名が増えてその人たちがずっと通ってくれてるのかって言ったら、俺の人間味とかお店での働きを見てまた来たいって思ってくれてるだって思うし、それプラス俺はお店では俺が絶対一番かっこいいホストしてるなって自信持って言えるんですよ、そこだけは、うん、だからそこだけは別に先輩にも負ける気しないし、うん、だからそこのこう男気っていうか、うん、そこの中身の芯の部分では俺そこだけは唯一自分の武器だって自信持って言えるから、さきくんのなんで指名したか分かんないって言われる時結構あるけど、うん、だからそこかなって思うんですよ、やっぱ人間味とか、うん、こう薄い人ってすぐバレるっていうか気づかれるじゃないですか、どんだけ繕っても表面上で言っても SNS とか見せ方とかこだわっても、
でも俺はやっぱお店来てもらえれば俺は絶対一番かっこいいよって一瞬持って言える、うん、なんかうまくまとまんないですけど、とりあえずお店来てもらえれば俺本当にヘルプでも全然俺は嬉しいし、桜みんなかっこいい人ばっかだから、うん、でヘルプでもついてほしいなら俺は全然つくし、うん、一緒に乾杯できたら嬉しいし、桜を気に入ってもらって、うん、ローランドグループ気に入ってもらえたら、うん、マジで嬉しいんで、女子名で一応ね神経締め増えないですけど初回とかは取れるの？初回マジ取れないですよ。取れないの？全然取れないです、意外、本当に取れないんだ。本当にまあでもそもそも初回まんま店混むからな。初回さん、まあ、1日そうっすね、箱自体が小さいじゃないですか。初回来ても早い時間ってなると早い時間だね。これやっぱ目当ての人前提で来るから、写真集で送りで、うんうん、で LINE 交換してもやっぱりなかなかあんまり繋がんなくて、まあでも確かに今はもう初回にそんな期待するあれでもないなと思うから、でも時代がそうなってると思うので、そう思う、ね、もうじゃあもうほんと早く自分のメディアやることない。そうっすね。でもインスタやってんのか、インスタライブもやってんの？インスタ、ツイッター、インスタライブと、うん、来月に向けて YouTube 動画出すんで。でもインスタライブってフォロワーしか見ないからさ、拡散性がないんだよね。拡散性がない、広まんないから、うん、そうそうそう、からまだツイッターの方が、いや、ツイッター俺一番自分だと集客には向いてないよ、うん、YouTube 始めるのもやっぱり最初にスタート切っちゃった時点で、うん、見せ方がもう決まっちゃうからっていうのが怖くてそうなんです、大丈夫、めちゃめちゃビビリなんですよこれめちゃめちゃビビリだし慎重だしいろいろ考えちゃうんだ、時のこととか、うん、まああんまそんな、だって正解なんて別にさ今の段階でさ選べるとは限らないんだから、とりあえずやってみて軌道修正してても全然いいと思うし、うん、まあ、なんか選んださこういう風にしていこうってその時に思ったことを、それが正解じゃないかもしれないけど後付けでこう正解にしてきゃいいんだよ、軌道修正してって、あの時があったから今こういう見せ方できてるねみたいな、うん、とりあえずね時間かけてなんか最高のあれを出そうと思うよりなんとなくやってみる方がいいね。だからそれがもう椿がいい例で、あいつ何も考えてないけどマジで、その最近はまだちょっと考えてたかもしれないけど、とりあえずやってみて、そやってみる中で、うん、あ姫と同伴動画出すのは良くないんだとか見ましたよ見ましたよ思ったりとか、うん、とりあえず思いつきでさやっちゃうあれだけど、でもそうやって軌道修正してって、でもそれが椿くんだよねみたいな、うん、逆に思ってくればないじゃん。ああいう人間性が好きな人が集まるわけだし、じゃあどうしようかどうしようかって考えて1ヶ月に1ヶ月になったら、そのもう時間がロスなんで、 その1ヶ月で何本動画出せたとか、何本新しい人に目に触れる機会があったかって考えると、ホストなんて特にさ有限じゃん、1ヶ月1ヶ月短い時間の中で、そうそうそう、短い時間の中で毎月勝負だから、考えてる暇はなくて、考えてからやるんじゃなくて、もうなんか走りながらやるみたいなぐらいのスタンスの方がちょうどいいというか、考えてこうじゃなくて考えながらこうみたいなぐらいのちょうどいいから、じゃないといつまでたってもこうブランディングとか見せ方考えたらできない。そこがなんかくすぶってるし、うん、根本的な考え、俺は多分椿さんとすごい似てる部分あるって思ってるんですよ。無難に1本目自己紹介動画よくないありきたりかなとかも考えちゃうんですよ。そんなのだったらもう全てのコンテンツなんかもやり尽くされてる。そうです。でも先がやるから意味なんだよ別に、人間が違うんだから。その自己紹介動画みんなやってるじゃん、やってるっす。自己紹介動画だからありきたりって思うからですね、先がやったらそこに個性が出るんです。そんな考えすぎないでいいと思う。すぐに始めますいやマジやった方がいいと思う、はい、俺はねバースデー前、まあバースデーだから来月バースデー月間だから、はい、来月中に出せるようにしたら、それきっかけでバースデーの月ってホストで言ったらもうボーナス月になるのかな、バースデーだからやってあげようみたいな人多いと思うし、そういう新規指名も来月にかける思いとか言ったら増えるかもしれないしね、はい、まあ、俺は3月来月だけじゃなくで、やっぱその先もずっと毎月、まあそうなったらベストだよね、取る前提で、うん、気持ちはそこにあるって、うん、そこは負ける気しないし、負けないだけの努力は本当にするし、うん、桜だけじゃなくて、うん、グループで一番取るって、うん、そこは頼もしい。今桜部黄金期だからな、すごいっすね勝ちですごいと思うよ、本当すごいなと思って。俺だって来月4月で4年だけど一番全体のアベレージが高いだろう、まあ、ユースさんも持ってきて、ユースさんすごいっすね、まあ、ホスト業界全体もやっぱこう SNS
のおかげで、そうすると来なかった人たちも来るようになって、その全体のパイが、裾野が広がった。今まで歌舞伎町の民しか来なかったのが、そうじゃないところからもお客さん来るようになって、外側の層から、そうそう、なんかお客層の裾野が広がったってことは、来なかったお金の流れができるから、まあ、全体の売り上げも上がってるのは面白いんだけど、それにしても特に、まあ、ザクラブは SNS 強い店ってのもありつつ、すごいね、みんな。そうですね。そこの流れを作ったのってやっぱローランド社長、社長筆頭にね、で、うん、そこからシュンさんそう、ね、だと思うんです。まあ俺の力はね、手前味噌だけど絶対あると思う、うん、かなり。でもそっからお店に来たところでやっぱ中身がないと、うん、まあそれはもう1回で終わりになっちゃうから、俺そこがまあそこはユースさんやっぱ強いよね。強いです。もともとホスト力がありつつ長いしで SNS でもあんなバズったから、うん、お客さんもねまあ使うし、すごいですね。だからその宅数もめっちゃすごいね、ユースさん。すごいっす。今日も6宅とかだったらめっちゃね、でもめっちゃ悔しいですよね、本当にああいうの見ると。まあでもしょうがないってしょうがないけど、いつまで続くかっていうのもまたあるしね。やっぱ一種トレンドだから、ユーシっていう人間がローランドショーで急上昇も入って YouTube、はい、逆に言ったらユーシさんは今上り調子の時にどんだけガーっていってお客さんの数を増やせるかがやっぱ勝負だと思うから、今こうガーっていかないと絶対その波はあるから、こう落ち着く瞬間が来るから、その時はね伸び増やせるから勝負だと思います。でもそこでなんか今登ってるから、あ、じゃあ俺負けてもいいやっていうマインドがすごい嫌いなんですよ。ユースさんがこんだけ登ってんだったら、じゃあ俺もっと登ればいいだけじゃん、うん、と思っちゃう人間だから、うん、ユースさんとか他の人がなんか沈む瞬間とか本当に思ってなくて、うん、あいつは登り続けるだろうな、じゃあ俺はどうやって追い越そうしか考えてないから、そこのマインドしか俺はなくて。いいね、切磋琢磨して。だからもっと本当にバチバチやりたいけど、うん、でもそこに入っていけない瞬間があるなら、うん、俺今マジで悔しくて、うん、そこをうまく例えば姫に伝えるのも伝え方も本当にまだまだ、ホスト歴で言ったらまだ1年にも満たないんで、さっきの課題はそこやね、ちゃんと伝えるだね、うん、恐れずに。まあでも本当に見てくれてる、この今視聴者の人も分かると思うけど、めちゃめちゃ優しいんで、自己肯定感めっちゃ低いけど、俺のリスナーさっき好きな人多いからさ、さっきが出てきた瞬間だけいつもチャット欄早いもん。さっき、さっきキューンみたいな。すごいコメントが。そうライブとかでも。つばき出て、あ、つばきかみたいな。ポツンポツン。で、それさっき、さっきキューンそれは本当に嬉しいですよ。俺はだからやっぱり人がいいっていうのがさ、自分では腹黒いって言ってもにじみ出ちゃった瞬間があるから、そこでみんな応援してあげたいって思う人は多いと思うしね。あとやっぱ前回の差し伸びで死にたいと思う期間がなかったって言ってたし、そういう闇をさ抱えた家庭環境とか過去の自分があってさ、そういう子が入ってきて、でまあ売れない期間も何ヶ月かあったけど、やっぱこう売れて、まあ、俺は嬉しいなって単純に思うしね。でもそれは俺がこうどうやって差し伸びでこう掘ってあげたりとかさ、でも結局これ見て、ね、ホスト頑張りたいわけだから、指名してくれる人が人間と始まらなくて、で指名してきた人を、まあ、さっきは続くじゃん、姫と向き合う力というか、もともとの性格がそうだから、めちゃめちゃこう大事にしてあげる人だと思うから、さっきは。だからまあ一回ね、さっき指名で来てもらうと、あ、本当に俺が言ってることがそのままだなって思うと思うな、優しい人。だそういういい姫を、まあ、今日の差し飲みきっかけで、来月バースデーで少しでも一回でも応援してあげたいって思う人が増えたらいいよね。本当に。あとはまあ自分の SNS をやってもらって、うん、ちゃんと伝えることは伝えて、まあ、変な人がこれから増えたらちゃんと断る勇気も持ちつつ。大事かな。ホスト今マジで楽しいんで、うん、ホストっていう仕事に出会えて、うん、本当に。でも本当そうだよね、まあ、これも何か何回か言ってるけど、スタバ店員で、ね、人生を送ってて、さっきがこんな数ヶ月にいろんな人に愛されて高額使ってもらえるなって、うん、ね、人生変わった、変わったよね、まあ、確かに。さっきの力もそうだけど、見つけてくれる人もいて、さっきがどんどんなんかホストになって人生変わってくる、その転換期に俺は立ち会えてるのが、うん、まあもう父親目線で嬉しいけど、うん、お父さんですね、お父さん目線で良かったなと思うけど、でもまだまだ本当に道半ばだし、うん、逆にこれを、まあ、言うてもまだ短期だからね、そう長期間続けてて、まだまだですよ本当に。年間も始まったばっかだし、まあ確かに去年は途中から入ったからから、うん、あれだけど、今年はまたみんな1月からさ、またスターシック含めグループで横ばいでスタートじゃん、はい。まあ、さっきがさっき言ってたライバル視してるセルピア君もゴリゴリも上げてってるわけし、1月すごいですね。まあそこと1年間っていう
長期戦で誰が制すかっていう、この青い炎を絶やさずまあマラソン結局持久戦でね勝ったやつが最後1年後勝ちだと思うから、まあ正直短期間で上げるのは簡単っちゃ簡単だよ。バースデーである程度上げて終わってから4月からもね、まあ先に関してはそれはもう問題ないと思うけど、そうなんないように、うん、そこっすねまあでもまだ終わってもないからとりあえずバースデー頑張ってもらって、とりあえずは本当にもう毎月毎月、うん、手力でやってるし毎日、うん、命かけてるんで本当に12日だ。とりあえず俺もラスト狙いに行こう今の流れで潰しに来る今の流れで潰しに来たらやばいよ、楽しいだそれはそれでまた俺の俺の姫たちが本当に3月めちゃめちゃイベント打つ人いますからね。あずにはもう誕生日、あそうっす、あずさんも誕生日だし、銀さん昇格祭、陽介も昇格祭、ゆうさんも投げ銭のイベント、やんのか、じゃあ俺もやろう売上上げようイベント売り上げ上げようイベント、みんなイベントやってるし俺もやってみるついでついでノリに乗ってみますイベント、1000万毎月行ってるじゃないですか。なんか、まあ、確かにもう何ヶ月だ、もう結構経つな、ずっと行って、そうっすね、でも本当にだって生きてたら上がるんだもん、なんすか生きてたら上がる、生きてたら生きてたら1000万プレイヤー呼吸してるだけで、呼吸して酒飲んでるだけで出勤したら上がっちゃうだからその最近は、うん、先月とかは、うん、結構出てたんだけど、今月はもう3択以上かぶるか売り上げ50万以上いかないと出勤するのやめようっつってすごい男になりましたよ週3、今今週3ぐらいだったと思う、出勤がやっぱ減ったんで、でもなんかそのちらほら聞くけど、まあ、今日も姫に言われたけど、はい、やっぱそのモチベーションみたいな、今までその目標があったから売れてたけど前よりは絶対下がってるんで、まあ、確かになって思う、そうやってどんどんモチベーションが下がって姫が増えて、はい、1000万とか全然上がんなくなってきたら、はい、もう俺はジャガーと世界一周旅行行くるクルーズ船で、俺に、はい、やっぱその会えるのは、はい、あのお前ら頑張ってるうちだからお前ら頑張らなくなったら俺はもうすぐジャガーと世界一周ジャガーさんと一緒に一周旅行行っちゃうこういうところかこういうところか、勉強になります、だから会いたく頑張れよそこを超えるぐらいじゃないとね、世界一周旅行行かせないんで行かせないですよ、そしたら俺も一緒に、でもなんか嬉しいことだけどね、ナンバー上がって正直頑張る理由が1個減ったのに、まあ、先月も今月もねこんなに応援してもらって LINE もだってほぼほぼしてないのに、本当にだからあの今の社長の売り方と似てるかもね、はい、あの人も LINE も交換もしないじゃん、絶対そうですよね、だってインスタで今日出勤しますとか言って、はい、そんだけじゃんそれだけですよね、うん多分そんだけ、うん、そこまではいかないけど、うん、結構近いなって最近思う、 LINE もほぼほぼ当日今日何時ぐらいいるねっつって、うん、今日ありがとうっつってほとんど LINE しないみたいな、そうそうそう、逆にそれでも頑張れる姫がすごい、そうですね、やっぱり俺のこと何だと思ってんだもん、でもやっぱそこはなんかお店での時間がやっぱ楽しいから、うん、まあでもありがたいと思ってるけどね、電話とかもしないんですか、電話苦手だもんだって緊張しないんだよって緊張しますね、俺も最初電話クソ苦手でしょ、電話よりボイスメッセージとかの方がまだする、電話ってさ好きな人は好きか、お互いなんか時間をこう向こうも仕事してるかもしれないし、はい、向こうは向こうでシンプルに素晴らしいだろうしとか思ってさ、うん、気使えるじゃん、ボイスメッセージで自分の好きなタイミングでこうやって好きなタイミングで聞けんじゃん向こう、うん、なんかいいなと思って、でもマジ誰からも電話かかってこない、来ないんすか、ないな、さっきジャガーとしたのが最近の一番新しい電話、付き合ってんすか、そうラジオ配信付き合ってんすか、あ聞こえますか僕の声聞こえるよ、まあよかったです、すげえ、もう今日もね営業中なのにね電話してお客さんにね、面白かったね、すごい面白いヘルプついててもう笑いそうになっちゃって、まあ、話だいぶそれちゃったんですけど、まあ、そんな感じでさっきはじゃあ来月頑張ってもらって、はい、3月12日もしあのバースイベント、イベントじゃなくてもね、ホストってその1ヶ月全体がバースで月間なんで、少しでもさっきのことを応援したいと思ってくれる人がいたら、あの1年で1回しかない月なんで、マジでバースデーっていうのは来てもらえるとホストめっちゃ嬉しいと思うんで、さっきも少しでも気になってるなと思ってる人がいたら、あんまり俺ぽいのお願いしないけど指名にしてあげてくださいさっきはあんま口に出せないけど絶対思ってると思うんでお願いします、ぜひお店に来ていただければ楽しませるし、また来たいって思わせる人生プラスになる時間を絶対提供するんで、うん、ぜひ普段言わないですけど
くだに言われてるんですけど、ぜひ締めて来てください、うん、お願いします。これ旬チャンネルなんですけどね。旬チャンネル。でもそうやってやっぱちゃんと口に出すのも大事で、うん、あんま普段言わないことをさ、1年に1回ぐらいは応援してほしいでちゃんと言うのが大事だから。じゃあただいま時刻は4時15分ですが、ベラノってもそもそも閉まるんで、本当に今日は数ヶ月ぶりに登場した、前回よりだいぶ売れっ子になったけどまだ悩み事も多い道半ばの天根崎官房さんにお越しいただきましたので、そろそろ副主任になる。そうですね、4月から副主任になれれば、はい、SNS はインスタとツイッター YouTube ですね。 YouTube もじゃあやってるらしいんで、はい、よかったらチェックしてみてください、はい、じゃあこの動画いいねって思ってくれたらいいねと、はい、あとコメントとチャンネル登録まだの人はお待ちしてるんで登録しといてください。はい、失礼します。ありがとうございました。じゃあまた次の動画でバイチャー。はーい、ありがとうございます。バイバーイ。このジャケットも俺が上げたやつです。あ、そうです。これ、しゅんさん。これもさっきも言ってました。もう本当に、いける。次のジャケットは何かなって。いや、ありがとうございます。椿に上げ損なったやつかも。